伊達店東京オリンピック話級、さらばシベリア鉄道、2019年3月3日、日、20時分20時45分、の放送内容、思想、中村勘九郎、と弥彦、生田斗真、はシベリア鉄道に乗り、ストックホルムを目指す、次五郎、役所広司、が不在の中、共に不安と戦いながら二人の間に絆が生まれていく、番組内容、43、中村勘九郎、と弥彦、生田斗真、は、ついにストックホルムに向け旅立つ、ハルピン島を経由してのシベリア鉄道17日間の旅、次五郎、役所広司、の渡航が遅れる中、監督の大森兵蔵、竹柳豊、とアン・サトコ、シャーロット、ケイト、フォックス、のハネムーンのような態度、外国人の横柄さに43は不安を募らす。一方、構造、森山美樹、は、師匠、窓か隆、松尾鈴木、から、朝太志、という名を授かり、話し家デビューへ歩み出す。出演者、出演、中村勘九郎、綾瀬はるか、生田斗真、森山美樹、しぼくたかゆき会、松尾鈴木、中村獅童、杉本哲太、シャーロット、ケイト、フォックス、竹柳豊、大竹しのぶ、役所広司、話、出演、ビートたけし、原作、脚本、作、工藤勘九郎。